アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回はですね、ファイナルファンタジー10の強化動画っていうことでやっていきたいと思います。概要欄の方にですね、前回前々回にやったファイナルファンタジー10ガチャですね、10ガチャぶっぱなしガチャとユーナ様のドレスレコードガチャ、概要欄貼っとくので見ていただけたら嬉しいです。それではですね、早速なんですが強化していきたいと思います。レコードダイブですね、レコードダイブからしていきたいんですけど、まずはパインちゃんですかね。レコードボード開放全部いきたいと思います。全部いってますね、これで OK、 いきましょう。いい感じに強化できたら、この動画をアップした今夜絶無挑もうかなと思ってます。あ、 HP アップしてない。締める、芯を締めたいっすね。ちょっと10弱かったんですけど、今回だいぶ強化できたんじゃないかなと思います。だいぶガチャぶっ放したのでね、見ていただけたら嬉しいです。なかなか心の折れるようなガチャでしたね。で、ティーラもやっぱりちょっと期待ときたいけど、ちょっと待てよ、ユーナ様っすね。ユーナ様の専用アビ、これを作ってあげるですね。はい、天はだいぶ強化できているんじゃないでしょうか。で、リュックは多分全部やってあったような気がします。やってありますね。ティーラもやりましょう。ここまでいきましょう。全部いきましょうか。だいぶ使いましたね。ティーラ、あ、全部できてない。素早さが、あ、できてるか。 OK、 だいぶ強くなるんじゃないでしょうか。シャキンと OK、 できましたね。輪っかは多分まだいいかなっていうか、解放されてないのか。あ、まずこっち、そもそもこっちですね。ワッカはこっちで十分でしょう。はい、ワッカはどうかな。一応スタメンにはしてるんですけど、全部はちょっとやってあげなくていいかなと。心がちょっと少ないんでね、これぐらいで。よっしゃ、パインもやったですよね。次はアビリティ、セーレン。締めるは結構大事っぽいんで、煙突攻撃なんで、これはバッチリ締めてもらって。氷が少ないな、ちょっと待ってよ、氷が足りない。氷がやばいっすね。異界送り、ちょっとティーダの分がちょっと間に合わないかな。一回置く。ジェクトシュート、何回できるかな。まだもう一回できる。あと17個か、割とすぐたまりそうですね。 OK、 ということで皆さんに装備していこうかなと。あ、あとあれですね、ヒストリアクリスタル、こっ
これ99にできたら絶無挑もうかなと思いますね。ちょ、準備って感じで準備兼ねてます。80まではできるかな。天はやっぱ好きなキャラが多いんでね。よし、ちょっとレベル99は無理そうですね、この感じだと。天はでもちょっと強化していきましょう。好きなシリーズではあるので89まで。あとちょっと90レベルいくっすね。90レベルだとオールアップ18になる。90アップだレベル90だとこの辺はもう80でマックスか。クリティカルブースト、アンチダメージ9はいいですね。クイックアクションもレベル9になるのか。ヒールアップ、ライズパワー、これも90か。3上がるのは結構でかいかも。うん、ヒストリアリンク、英雄変更、こんな感じですかね。ワッカーが結晶水変更点、結晶水、結晶水、スタメンでしょ。ワッカーももう様になんか武器を作ってあげよう。天ですよね。シリーズもの取ってきてあげようか。ユナさんはロットかな。魔力依存の方かな。魔力依存強化、うん、マックス行きましょう。ティーだとパインにも作ってあげたいな。パインは剣、剣か。刀ってあんのかなって。あ、刀はあれか。でもパイン装備できる刀かっこいいな。個人的に刀ありなんだよな。剣、天、この剣もかっこいいな。投擲、攻撃力264、あれ攻撃170、剣って170、投擲の方が強い。あ、じゃあ170だってか。160、あ、レベル最大値したか。264、
剣の方がいいのかな。ティーダに装備させるんだとしたら275、あ、200、一緒か、275、投擲でしょ。あ、275、ちょっとあれだ、ボールの方が弱いか。とりあえずこれ交換しとこう。とりあえずボール強化は、とリュックは、リュック、リュックも投擲。とりあえず剣作っとこう。結局剣も作るんかいっていう。マックス。マックス。剣はちょっと強くしとこう。とりあえず T だ。攻撃、水攻撃。水属性優先。オフィシャルボールは？あ、そっか、属性にしてないからだ。シリーズ優先。共鳴するとこっちの方が多分絶対強いでしょ。で、パインちゃんも剣かな。前衛が物理短縮だから、もしかしたら剣を装備させるかもしれないな、ティーダに。そう考えると侍アビかな。前衛短縮、超絶使ってからの短縮入れるとなるとって感じですよね。パインちゃん締める。リュックは何が正解なのかな。リュック覚醒シンクロ持ってないんですよね。ここは異界送り。異界送りやばそうだな。聖風属性、踏みとどまる、魔法バリア、全体回復。基本的には新しい超絶使うか。って感じですかね。ゲージため。ゲージためからのって感じですかね。緊急事態スピラ、ですかね。装備点どうなんだろう、これ。こっち精神も強いな、212。これ作ったけどこっちの方が弱いんじゃないかっていう。それちょっと比べてみましょうか。うん、輪っかですよね。サファイアブリッド、トリニティブリッドになるのかな。ティーダはジェクトシュート、ジェクトシュート、トリニティブリッドなのかな。輪っかフルブレイク、耐性ダウンあるのか、いいね。
シューターアビリティか。なるほど。輪っか。なるほど、なるほど。レベラーでも99に したいな、ヒストリアクリスタル。ちょっと足りないな。89か。あと10レベルか。最初ゲージ。T だがな。ちょっとレンズで交換できるの交換していきましょうか。ご褒美ですね。ぶっ放した次の日はプレゼント動画です。 T だ。あ、まとうがあるのか。3じゃないのか。2だとないな。3800しか持ってない。超絶、これは取ってあげよう。まとい取れないな。よいしょ。あとはパインちゃんとかかな。パインとかリュックが未所持があれば取ってあげたいところではありますね。リュック取ってる。パイン見てみましょうか。パインはステアップついてるっすもんね。マテリアか。なるほど。ファースト取ってあげようか。とりあえずは超絶は取ろう。パインは強力な水。バーストか。取ってあげよう。取ってあげようか。ステアップ大事でしょ、これ。で、あとは誰だ。輪っかなんか取ってあげようか。輪っかにも、輪っかも取ってあげよう。スタメンでしょ、もうシリチェーン持ってるんで。輪っか超絶取ってあげましょうか。はい。で、ファースト、ファーストはちょっとあれかな。輪っかはそこまでステアップは。防御力、魔法力、一定時間ダウン。結構いいっちゃいいな。一定時間防御力&魔法防御力ダウン大。スタメン見てみましょうか。このパーティーでもゼツムいけるんじゃないかって思った人いたらコメントください。そしたら今日ゼツムライブでやろうかなと思ってます。リュックがあとシンクロ覚醒、星6戦技、星5戦技ですか。まあ、これはいいとして、 ティーダ、 ティーダがもうちょっと強かったらいいんですけどね。シンクロ覚醒、あと専用必殺技のみか。シンクロ2欲しかったな。で、覚醒はまあいずれドリームで回収しましょう。ユーナ様は無事コンプリートしてます。輪っかなんですけど、バーストバースト、あと覚醒のみか。覚醒、あ、攻撃力もあるか。防御力短時間ダウン特大なんだ。こっちは もしかしてこっちの覚醒の方がいいですね。攻撃力&魔力防御短時間ダウン特大、これいいですね。これでかいな。パイン、星
録戦技、ああ捕食戦技か、重式か、これはでかいな。オバフロパイはいずれコンプリートしましょう。よし、とりあえずこれが今の10メンバーですかね、スタメンですかね。ちょっと保存しておきましょう。よし、あと何かすることはあるかな。とりあえず大丈夫そうかな。とりあえず天強化ですね、天の強化動画。あれだな、ティーダのこのジェクトシュート、これは周回して精霊マックスにしよう。精霊マックスにしてですかね。サファイアブリッド、あーこれも5にしてないな。まあいいでしょう。締めるこれ結構強いと思うので、試し切り動画もやってみようかなと思ってます。うん、なかなかユーナ様に、ユーナ様の覚醒は結構あれでしたね、手こずりましたね。まあ動画ちょっと長いんですけど、ガチャかなりぶっ放してるので、興味ある方見ていただけたら嬉しいですね。概要欄に貼っときます。であとこの今着てるユーナ様の衣装、このドレスレコードガチャもやってる動画別で上げてるので、それも見ていただけたら嬉しいです。 DJ ソワレズメロージャム TV、 毎日更新頑張っていきたいと思います。バレマとジレコードキーパー頑張っていきたいと思いますので、もしよかったらモチベーションアップになりますので、チャンネル登録していただけますと、ご協力いただけますとかなりテンションが上がります。よろしくお願いします。 DJ ソワレズメロージャム TV、 今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。